茶葉炭とは、軽食として、広く食べられている中華料理の一種で、ゆで卵の殻にヒビを入れてから、茶葉や醤油、香辛料などと共に煮込んだもの。茶、炭もしくは、茶チ,チータンとも言う。日本では、台湾風に卵と紹介されることがある。英語では、ティーエッグ、もしくはヒビから染み込んだ煮汁が大理石状の模様を描くことから、マーブルエッグと呼ばれる。 世界各地の中華街において、露天商や夜市で広く売られており、アジア料理店でもよく供される。中国に起源を持ち、古くから中華料理の一部とみなされてきたが、アジアの至るところで、同様のレシピやバリエーションが発展してきた。殻付きの茶葉炭が香辛料と茶葉の煎じ汁に漬けられている。香り高く風味の良い、茶葉炭は中国に古くから伝わる食品である。 通常のレシピでは、様々な香辛料、醤油、発酵茶葉が使用される。一般的に使われる香辛料は八角、経費、陳皮、ファーチューなど。茶の種類は、紅茶、ウーロン茶、プーアル茶、ジャスミン茶など様々である。茶葉を使わないレシピもあるが、やはり、茶葉炭と呼ばれる。伝統的な作り方では、まず卵を固ゆでにしてから冷やし、核全体に、 軽くひびを入れる。香辛料と茶葉を入れた煮汁に卵をつけて弱火で煮込む。数十分から2時間ほど経ったら火からおろし、しばらくそのまま汁を吸わせる。汁につけたまま一晩置くとよく味が染みる。完成した卵の殻を剥くと煮汁が染みたことによってひび割れと同じ形に大理石状の模様が現れる。通常のレシピでは卵は黄身まで固ゆでになるが、 高級なレストランでは、半熟のまま漬け込んだものも供される。殻にひびを入れるところまで自動で行ってくれる、電気式の卵茹で器も市販されている。簡単な作り方では、汁に漬ける前に殻を剥いてしまう。別の作り方として、茹で上がった卵の殻を剥いてから煮込む方法がある。この方法は、伝統的な方法よりも漬け時間が短くて済むが、 ひび割れ模様がつかないため外見的な魅力には欠ける。漬け時間は好みにより長くするほど味が濃くなる。完全な茶葉炭は卵本来の味と香辛料とのバランスが取れていなければならない。このタイプの茶葉炭は露水炭とよく似ている。中身のアップ。剥いた卵の表面は薄茶色になり殻の割れ目に沿って茶色の模様がつく。 長時間煮ると黄身の表面に灰色の薄い層ができるが支障はない。味は茶の種類と濃さ、香辛料の種類によって変わる。五香粉は卵に香りを乗せ、醤油で白身にわずかに塩気のある味をつけ、茶葉は黄身の風味を引き出す。台湾のシェフによれば茶葉炭の魅力は味の染みた白身であり、片茹でボソボソする黄身は香りを添える程度の役割だという。 金属のボールに茶葉炭を入れて火にかけたところ、中国全土で見られる光景。大陸中国では茶葉炭は家庭料理としてごちそうの部類に入る。また食料を品店や料理店、露店でも売られている。台湾では茶葉炭はコンビニエンスストアの定番商品であり、店内に特有の八角の匂いを漂わせる。セブンイレブンチェーンだけでも年平均で4000万個の 売り上げがある。近年では、茶葉炭の大手メーカーから、ラズベリーやブルーベリーなどフルーツを用いた味付け卵や、シェンタンも発売されている。インドネシアでは、中華料理の茶葉炭が、食文化に取り入れられて、テロールピンガンとなり、一部別の材料が使われるようになった。テロールピンガンは、片ゆで卵を、香辛料、塩、醤油で煮込んで作るが、 発酵茶の代わりに、エシャロットの余った皮、チークの葉、グワバの葉を用いて、アンカッシュ色に色付けする。インドネシア全域で一般的な料理だが、特に、ジャワ島と南スマトラ州で人気がある。トゥンペン、ナシクニン、ナシチャンプルに入れて食べることも多い。ジョグジャカルタ市では、テロールピンダンをナシグドや白米と共に供する。マレーシア版の茶バタンであるテロールピンダンは、 ジョホール州に起源を持つと言われており、その地で最も浸透しているが、マレー半島一帯に広まっている。マレー南部では土地ごとに伝統的なジョホール風のレシピの編集が作られている。調理に時間と材料がかかるため、日常的な食品ではなく、結婚式のような特別な機会に食べられる。しかし今日では、テロールピンダンを製造する全国規模のメーカーも多い。 ありがとうございます。